こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。私は今長野県の上高地から歩いて6時間ほどのところにある唐沢小屋の前に来ています。こちらの唐沢小屋に宿泊しているんですが、皆さん山小屋ってどんな感じだと思いますか？今回は唐沢小屋の許可をいただいて、山小屋の中の様子やその役割について解説していきますね。それでは山小屋の中に入ってきたんですけども、そもそも山小屋とはどのようなものか最初に簡単に説明していきますね。山小屋の形態を大まかに分けると2つあって、管理者が常駐する営業小屋と無人の避難小屋があります。登山者が一般的に利用するのは食事の提供や寝具の備え付けがある営業小屋で、宿泊料金を支払って泊まります。今回私が宿泊している唐沢小屋も営業小屋になります。立地によってはお風呂などがある山小屋もあるものの、山頂や稜線などにある山小屋は基本的にお風呂がなく、場所によっては歯磨きや洗顔もできないところがあります。そして山小屋の重要な役割として、緊急時に避難するための建物であるということが挙げられます。そのため基本的には、当日に宿泊を申し出た登山者に対して宿泊を拒否することはあまりありません。しかし食材や寝具の準備、部屋割りなどの都合もありますので、事前に予約をして利用するのがマナーです。山小屋の予約をしているからといって悪天候の中無理に登山をする必要はありません。多くの山小屋は前日や当日のキャンセルも対応していますので、事前に天気などを確認して登山計画を見直し、安全を最優先して登山しましょう。それでは山小屋の中はどうなっているのか紹介していきますね。山小屋の中を紹介していきたいと思います。まずここが玄関になっています。こんな感じで外に出る用のサンダルもあります。それでは進んでいきましょう。まず廊下をまっすぐ進んでいくと、ここが食堂となっています。夜ご飯や朝ご飯を提供してくれている場所になります。さらに奥に進んでいくと、お手洗いがあります。山小屋のお手洗い、どんな風になっているかというと、あまりいいイメージがないかもしれないんですが、トイレの中こんな感じになっていて、水洗ではないんですけども、基本的にはすごく綺麗に使えるんですよね。すごく清潔に使えます。全然匂いもなくって快適に過ごせました。2階に進んでいきます。2階に進んでいくと客室になってます。まずは大部屋の方紹介しますね。山小屋は基本的にはこのように大部屋の中で、仕切りとかはあるものの共同で使うことになります。こんな感じで連続して宿泊している人はこんな感じで、布団が敷きっぱになっているところもあるんですが、はい、みんなで共同で使う感じです。他の客室も見ていきましょう。こんな感じで個室を用意している山小屋さんもあります。ですね、ここも個室のいくつかあったりとかしますね。ということで、今一通り紹介してきたんですが、山小屋では基本的には個室を予約することがあるんですが、今のように大部屋を複数人で使用するのが一般的です。今は人が少なかったんで良かったんですが、次の行動のために体を休めている人も多いですので、寝室では基本的に音を立てずに静かに過ごすことが鉄則となっています。今回私は別の登山イベントに出演するために個室をご用意いただいているんですが、私の寝室の様子もご紹介しますね。私はこの虹と書かれている部屋を利用しています。開けていくとこのような部屋を、2人で利用させていただいてます。私の登山、スペースはこの一角になっているんですけども、場所を上手に使うようにしてます。
枕元には山小屋で使うもの全体、それからポーチなどコンパクトにまとめています。あと夜トイレに移動する時などに足元を照らすためのこのヘッドライトというのは本当に山小屋でも必要で、これを必ず枕元に置くようにしています。こんな感じで使わせていただいています。天気 JP 登山天気アプリでは100名山を含む400の山について、登山口や山頂など登山ルート上における天気や登山指数、登山服装指数、落雷指数などの情報を提供しています。プレミアムプランでは2週間先までの山の天気予報や1時間ごとの細かい予報も確認することができますので、ぜひチェックしてみてくださいね。私も明日に備えて山小屋でしっかり体を休めようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。